はい、こんにちは、たけしです、今日もある方と企画試合をやっていくんですけども、今日はスペシャルゲストをしていただいております。その方がこちらです、どうぞ。ある日、森の中、クマさんに出会ったパラダイスです、よろしくお願いします。鬼のソーシャルディスタンスでね、やっておりますけど、はい、大事なことなんでね。そうですね、皆さんもしかしたら知ってるかもしれないんですけども、はい、パーマ大佐って実は中学校から高校まで、高校1年生まで卓球を4年間されてて、はい、レンタの中とか有名な番組で出られてて、卓球好きすぎて、ワールドツアー そのテレビ東京さんの生配信でやってるやつ、ちょこちょこチャット欄に普通に書き込んでるっていう、それぐらい大好きなんで。そうなんですよ、それだけも熱狂的な卓球ファンなんですね。大好きなんです。はい、はい、なんで今日はそんなパーマ大佐と、はい、企画試合をやっていくわけですけども、その企画というのがじゃん、こちらです。チビラケットとメカラケットを今回使って対決していきたいと思います。今回はミニラケット対メカラケットを、ちょっとお互いにラケットを交換しながらやるっていうのと、それに加えてミニラケット同士、メカラケット同士、計4セットですね。あー、なるほど。ってことは、いい感じであれば引き分けとなる感じで。そうです、そうです。2位になるかもしれないし、はい、で、ただ、さっきちょこっとこう、見上げてパーマ大佐と練習したところ、めちゃくちゃうまいんですよ。やってください。いや、でもそれで言ったらもう、菊池さんがめちゃめちゃ落ちるの知ってるので、もしかしたらこのミニデカラゲットだったら、いい試合できるかもしれないので、頑張りたいと思います。ぜひ、最後に見ていただければと思います。はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。ということで、最初は僕がデカラケット、僕がミニラケットで勝負したいと思います。よー、いや、ドライブエグいなぁ。たどり着けることは絶対ないですよ。うわ、そっか。Okay.
キック。でかいお金で助かりましたね。今一瞬使いましたね。一瞬使いましたね。でかいから届いた。いやー、パリプレー。よし。とんでもない。とんでもない。うわっ、悔しい。あれがいいって言ってますね。最後の執念で。ありがとうございました。これで1日です。